ミッドランド本線は、ロンドンとミッドランド地方のノッティンガムやヨークシャーの、シェフィールドを結ぶイギリスの鉄道路線である。セントパンクラス駅から、レスター駅、ダービー駅、ノッティンガム駅、チェスターフィールド駅、シェフィールド駅を結んでいるが、ネットワークレールではこのうち、チェスターフィールド駅までの区間を、ミッドランド本線と呼称している。 ミッドランド本線の長距離列車は2020年現在、イーストミッドランズレールウェイによって運行されている。セントパンクラス駅からベッドフォード駅までの区間は電化されており、テムズリンクネットワークの一部として南東部、イーストサセックスのブライトン駅などへの直通列車が運行されている。北部では、ダービー駅チェスターフィールド駅間がクロスカントリールートの一部をなしており、 ノッティンガム駅からリーズ駅までの区間はノーザントレーンズとも共有している。このほか、短距離列車の一部もイーストミッドランズレールウェイによって運行されている。イギリスの主要鉄道路線緑で示されているのがミッドランド本線ミッドランド本線は1830年代から1870年代にかけて複数の段階で建設された。 最初に開業したのは、ノッティンガムダービー間で、ミッドランドカウンティーズ鉄道によって1839年6月4日に開業した。翌1840年5月5日には、途中のトレントジャンクションからレスターへの路線が開通した。同年7月1日には、ノースミッドランド鉄道によってダービーから、チェスターフィールド、ロザラムマスバラ、スーイントン、ノルマントンを経由して、 リーズ・ハンスレッド・レーンに至る路線が開業した。1844年5月10日、ノース・ミッドランド鉄道、ミッドランド・カウンティー、ズ鉄道、バーミンガムダービージャンクション鉄道の3社が合併し、ミッドランド鉄道となった。ミッドランド鉄道は、ロンドンへの路線を持っておらず、ラグビーで、ロンドンバーミンガム鉄道に直通することで、ユーストーン駅に乗り入れていた。しかし、 1850年代にはラグビーでの鮮度容量の問題が深刻になったため、トーマス・ブラッセを雇って、レスターからケタリング、ウェディング・バラ、ベッドフォードを経由して、キッチンに至る路線を建設し、グレート・ノーザン鉄道に接続する計画が立てられた。クリミア戦争の影響で労働力と資金が不足しており、予算は90万ポンドであった。このため、 地形に沿って付設されることになり、曲線や勾配の多い路線となった。橋は7カ所、トンネルは1カ所設置され、デスバラとシャーンブルックには、それぞれ18メートルの切り通しがあった。主要な峠は、キブワース、デスバラ、シャーンブルックの3カ所であり、このうちシャーンブルックは標高100メートルでその南側では8パーミルの勾配が約5キロメートル続いていた。 この路線は1857年4月15日に、石炭列車向けに、5月4日に、一般貨物列車向けに、5月8日に、旅客列車向けに開業した。この路線のうち、レスター・ベッド報道館は、現在に至るまで、ミッドランド本線の一部をなしている。この延伸により、ラグビーでの問題は改善されたが、グレート・ノーザン鉄道は、直通列車の運転を認めなかったため、 乗客はヒッチンで降車し、短い乗り換え時間の中で乗車券を購入した上で、グレート・ノーザン鉄道の列車に乗車することを余儀なくされていた。この問題を解決するため、総支配人のジェームス・オール・ポートは、グレート・ノーザン鉄道と交渉し、キングスクロス駅への直通列車を7年間運行する契約を年間2万ポンドで締結、1858年2月から、 グレート、ノーザン鉄道を経由したロンドンへの直通列車の運行が開始された。しかし、この経路もまたヒッチンで、線路容量の問題が発生したため、ベッドフォードからルートンを経由して、セントパンクラス駅に至る路線が建設され、1868年10月1日に開業した。この延伸の費用は900万ポンドであった。交通量の増加に伴い、 1885年6月26日には、ラグビースタンフォード鉄道との平面交差の解消のため、マーケットハーバーラの北側の線路の付け替えが行われた。ミッドランド鉄道はダービーからマンチェスターへの独自路線を計画していたが、バックストン線の建設者であり、ウェストコースト本線へのアクセスの独占を狙っていた、ストックポートディズレーウェイリー鉄道の反対により、 1863年に、頓挫している。1870年には、チェスターフィールドと、ロザラムの間を、シェフィールド経由で結ぶ新線、ニューロードが開業し、1870年代半ばには、ヨークシャーデールやエデンガーの渓谷を通って、カーライルまでの延伸が行われた。なお、後者は現在ミッドランド本線の一部としては、扱われず、セトル、カーライル線と呼ばれている。 マンチェスターへは、マンチェスター・バクストン・マトロック・アンド・ミッドランド、ジャンクション鉄道などを通して列車を運行したが、この経路は1960年代に一部区間が廃止されるまで、ウェストコースト本線と並ぶロンドン・マンチェスター間の主要路線であり続け、ザパラ・タイニやミッドランド・プルマンなどがこの経路で運行された。また、カーライルへの経路は、スコットランドへの列車によって使用されていたが、 地形の関係上インストコースト及びウェストコースト両本線には速達性で劣っていた。このうちテムズ、クライドエクスプレスなどはダービーなどを短絡する単行路線のエルボッシュバレー線を使っていたのに対し、ザ・ウェイバリーをはじめとしたエディンバラ・ウェイバリー駅行きの列車は支線上にあるコービーやノッティンガムにも停車した。APT ・イダービーの工場で製造され、 ミッドランド本線で試験を行った、イギリス国鉄時代のインターシティ125レスター、ノッティンガム間の普通列車の多くは1958年4月14日から起動車に置き換えられた。この頃の領域間の所要時間は51分であった。1966年にグレートセントラル本線が廃止されると、ミッドランド本線はロンドンとイーストミッドランズや、 サウスヨークシャーの一部を結ぶ唯一の本線級路線となった。また、ビーチングアックスなどでの路線廃止やウェストコースト本線の電化によって、ロンドン・マンチェスター間の列車は、シェフィールド経由のものも含めて終焉を迎えた。1977年に、イギリス議会国有産業委員会が、 鉄道の電化区間の拡大を勧告したことに対し、イギリス国鉄は1979年に2000年までにミッドランド本線の全線電化を行うことを含む複数の案を提示した。1983年までにベッドフォードまでの区間が電化されたが、電化区間のさらなる延伸は行われなかった。1983年5月には、 ミッドランド本線にインターシティ125が導入された。インターシティ125の導入とレスター周辺の信号設備更新により、路線の最高速度は90マイルパーアワーから110マイルパーアワーに引き上げられた。ダービーシェフィールド間では2001年から2003年にかけてネットワークレールによって行われたクロスカントリールートの改良計画、オペレーションプリンセスによって、 最高速度が100マイルパーアワーから110マイルパーアワーに引き上げられた。2009年1月には、ラフバラートレント信号所管にパークライド設備を備え、イーストミッドランズ空港の最寄り駅でもある、イーストミッドランズパークウェイ駅が開業した。近年では最高速度を125マイルパーアワーとした区間が拡大しており、信号設備の更新、先造、そして、 シェフィールドまでの電化区間の拡大が進められている。これらの大部分は2013年12月9日に発表された7000万ポンド規模の大規模更新の一環である。2007年貨物路線戦略ネットワークレールは2007年に貨物輸送のための路線活用戦略を発表した。同戦略にはバーミンガムピーターバラ線の改良、デスターの線路容量の拡大、サイストン、 ウィグストン両信号所の配線変更によって、イングランド中部を横断する貨物輸送ルートを構築する計画が含まれている。2010年路線計画ミッドランド本線をまたぐ、立教は電化及び車両限界の拡大のため掛け替えが行われた。ミッドランド本線の輸送量の増加は、国内平均を超える速度で進んでおり、将来的にも継続することが予測された。 2006年に戦略鉄道庁が発表した輸送量拡大のための路線活用戦略を受け、ネットワークレールは2008年2月にその実現に向けた研究を開始、2010年2月に路線計画としてその路線計画としての成果を発表した。ノーサンプトンシャー北部はウェリングバラで7400個以上。 ケタリングで5500個以上の住宅の建設が計画されるなど成長が見込まれており、電化実施後はロンドン線とパンクラス駅への直通列車の運行が計画されている。路線計画の概要は以下の通り。電化区間の延伸はエディングバラ駅にて、電化及び線形改良工事運輸省は2012年7月16日に8億ポンドをかけ2020年までに、 既存の電化区間を再構築し、ミッドランド本線の大半を電化する計画を発表した。2013年1月には、ネットワークレールが、電化費用を5億ポンドと、見積もり、第5管理期間中に、段階的に実施するとした。具体的には、ベッドフォードコービー間が2017年、ケタリングダービーノッティンガム間が2019年、 ダービーシェフィールド間が2020年の完成とされた。2010年の路線活用計画では、都市間列車用に801系重量編成の投入、ロンドンシェフィールド間純速達列車のケタリングへの停車、ベッドフォード南側と、ケタリングレスター間への貨物列車用対比線の設置、列車本数増加のための設備増強も組み込まれていた。なお、この電化計画は、 イングランド南部の港町であるサウサンプトンとシェフィールドを交流2万5000ボルト架空線方式の電化路線でつなぐエレクトリックスパイン計画の一環であった。しかし、2015年6月には運輸大臣パトリック・マクローリンによって計画が停止され、同年9月に運輸省によってコービーまでの電化を2019年、ノッティンガム・シェフィールドまでの電化を2023年と、 する計画期間延長が発表された。さらに、2017年7月20日には、ケタリング以北の電化の中止が発表され、使用車両も、電車の801型ではなく、バイモード車両が投入されることが明らかにされた。なお、ケタリングノース信号所から非電化区間を 110km 余り挟んだ、クレイクロスからシェフィールドまでの間は、 高速路線のハイスピードにからの直通列車の運行のため2033年までに電化することが計画されている。コービーまでの電化工事に関しては、カリリオンとパワーラインズの共同事業体が電化工事を2億6000万ポンド、線路の改良工事を6200万ポンドで受注したと2017年11月6日に発表された。 完成は2019年12月の予定であり、最初の河川柱は2017年11月に設置された。2019年2月26日、運輸省政務次官のアンドリュー・ジョーンズは、電覚間をケタリングからマーケットハーバラまで延長する計画を明らかにした。ミッドランド本線という名称は1840年代後半以降、ミッドランド鉄道の路線のうち、 急行列車が運行される路線を指して用いられていた。出版物での書室はジョージ・ブラッドショーが1848年に発行した同年のブラッドショー鉄道年間であるとされており、翌1849年からはダービー・マーキュリーをはじめとした沿線の新聞等で定期的に用いられるようになっている。187年にはバーミンガム・ジャーナルによって セントパンクラス駅への新線を指して用いられた。1868年にはシェフィールドを経由するミッドランド鉄道の南北の幹線を指した要例が記録されているほか、マンチェスターやカーライルまでの区間を指しても用いられた。イギリス国鉄ではセントパンクラスシェフィールド間の名称として使用されたが、民営化後、ネットワークレールではチェスターフィールドまでの区間のみを ミッドランド本線と呼んでいる。イーストミッドランズレールウェイが導入する810系、テムズリンクの700系アベリオ参加のイーストミッドランズレールウェイは、ロンドンのセントパンクラス駅発着の都市間列車を、毎時後往復運行している。主に222型が用いられるが、ノッティンガム発着列車のうち1往復と朝と、夕方のリーズ発着列車には、インターシティ125が使用される。 テムズリンクの一部である、ベッドフォード以南では、小部屋テムズリンクレールウェイによって、高頻度の通勤列車が24時間運行される。これらには8両編成、または12両編成の700型が用いられる。クロスカントリーは、ダービーシェフィールド間で、ミッドランド本線を走行する列車を、毎時に往復運行するほか、ノッティンガムとバーミンガム、 カーディフを結ぶ列車をそれぞれ毎時1往復ずつ運行する。ノーザントレインズはリーズからアルフレトン、バーンスリーを経由してノッティンガムに至る列車を毎時1往復運行している。このほかシェフィールド周辺ではトランスペナインエクスプレスもミッドランド本線を走行する。ありがとうございます。